アントニオ・バナザード・ガルシアは、プエルトリコ出身の元プロ野球選手。1973年にモントリオール・エクスポズと契約。1979年7月13日の対、サンディエゴ・パドレス戦で、メジャーデビュー。メジャーでは1000試合以上出場している。1988年、南海ホークスに入団。巧みなバットコントロール、瞬速高打で、 超打力もある3拍子揃ったスイッチヒッターで来日1年目の1988年に28試合連続安打を記録し打率315を記録9団名が大英となった1989年は打率こそ3割を下回ったものの34本塁打を放ったり10月6日のロッテ戦では プロ初となるシーズン二度目の一試合、両打席本塁打を放った。しかし、1990年は、同年から監督に就任した、田淵光一との確執があり、平凡な成績に終わり、同年限りで退団。来日初年度の88年は、打撃だけではなくセカンドの守備力でもチームに、大いに貢献したが、90年シーズンには、守備範囲が狭くなったことから、 サードや、指名打者での出場が増加し、また故障の影響もあり、本来は、スイッチヒッターであったが、右投手に対しても右打席、左投手にも左打席にに入るようになっていた。大英対談後の1991年に、デトロイトタイガースで、メジャー復帰を果たすものの、不本意な成績に終わり、同年限りで、現役引退。現役引退後は代理人として活躍。 その後、メジャーリーグ選手会選無理事補佐を経て、2004年からは、ニューヨークメッツで、GM 補佐などを務めていたが、2009年に、マイナーリーグの選手に中傷、暴力行為、またメッツの選手との口論など数々の悪態が、報道されたため、2009年7月27日付で、解雇された。2014年には、8月19、20日の西部戦で、 開催するイベント、福岡クラシック2014に、初代大 AOB スケットとして、ウィリー・アップ賞と共に招兵を計画されていたが、実現しなかった。同僚のスケットジョージ・ライトと、同様、非常に気象が激しく、審判の判定に激行したり、乱闘騒ぎを起こすことが多かった。1988年には8から9月だけで3度の退場処分を受けている。 これは、一シーズンの大上記録では、当時の日本記録であった。その他、大場にはなっていないが、1988年の対、ロッテ戦で、ライトがショ、小勝尾から受けた支給をめぐって、乱闘になった際は、当事者ではないのにもかかわらず、ロッテの選手に暴行を働いたり、1989年、東京ドームでの対日本ハム戦では、西村元文が、 ウィリー・アップ賞へ支給を与え大乱闘となった際にも、よそで、若菜よしはると殴り合いをしていた。またその人相だけで、相手投手を怖がらせるほどであり、当番中の武田和弘のもとに、自分のスイング後にすっぽ抜けたバットが飛び、普通なら、グラウンドインしてしまったバットは1.3塁のコーチが、受け取りバッターに渡すものであるが、この時は、バナザードが、直々にマウンドまで、 しかも小走りなどでなく武田の顔をじっと睨みながら、ゆっくりと負を進めたため、武田が非常に動揺している様子が、テレビ番組でたびたびチンプレーとして紹介されていた。気象の荒さとは、対照的に、1989年に、ロッテのマイク・ディアズが、大英の山内和弘から支給を受け、乱闘になった際は、アップショーと共に暴れるディアズをなだめていた。 インディアンス時代の1984年に当時の MLB ワースト記録となる57打席連続無安打を記録している。ありがとうございます。